はい、お疲れ様です。お疲れ様です。これいつも僕向こう側でスタートしてから歩いてくるんで、うん、いつも途中から入ってきますけど、瞳今ティッシュから飛び出てきたみたいになったけどね、こうティッシュ、はい、ビョコってね、いや今日いっぱい番組中ティッシュ使ったね。瞳が濡れすぎちゃってね。そう、いっぱい出しちゃったね。いっぱい出しちゃってぬるぬるなっちゃってね。そう、途中でブワーッとか音がするっていうねハプニングがありましたけどね、あの音は一体何だったんでしょうかね、マヨネーズの最後の方みたいな世界でしたけどね収録後にこれだけスタジオにティッシュが山になってる番組も多分ないですよね、きっと。まあ日本全国探しても少ないでしょうね。このティッシュが一体なぜこんなに必要だったのか、なんでタッシュはこれウエットティッシュにしたのか大失敗なのか、ね、洗濯水トイペにしろっつったのに。そうそう、トイペに、トイレットペーパーのことですか。トイペ、そう、脳が大変だと思いますよ絶対。いや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 、何をおっしゃるウサギさん、ピョンみたいな嘘マジか、ね、もういいんじゃない終わって、まあいいですね、あの何が起きてるかは番組聞いてください。クラバールです、はい、よろしくお願いします。お願いします。ピョンピョンやめろ、可愛くねえなお前。え、私の方が可愛いでしょ。ピョン、やらないのやらないの、恥ずかしい。止めろってもう。